タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。タカチャンネルのタカです。今回はお買い物動画です。いろいろ買ったんですけど、後ろの方で見えてる形になってたと思うんですけど、でも紹介したいなと思ってね、今回はまとめて一気に紹介したいと思います。ではよろしくお願いします。はい、こちらですね。まずはデラックススクラッシュドライバーです。こちらはね、もうビルドドライバー持ってるんですけど、まだそちらも開封してないんですが、以前買ったんですけど、4990円で買いました。トライアルというね、スーパーで買いました。ちょっと高いですよね。アマゾンだと3800円ぐらいで売られてるんですけど、ちょっと安いところ、もっと安いところあったのに、ちょっと衝動買いで買ってしまいました。ちょっとこれは失敗したなと思ってます。でもね、スクラッシュドライバーこちら、ほんとね、買ってね、安心しました。もう、プレミアがついても、泣き寝入りすることなく遊べますんでね、期待してます。こちら、遊ぶの楽しみです。では、次行ってみましょう。はい、続いてのお買い物動画。商品はこちらですね。 SH モンスターアーツの1964年のゴジラ、出現バージョンですね。7500円というね、超高額で買いましたね。はい、でもこちらね、もっとプレミアがついちゃって、もう1万円超えちゃってることあるんで、これぐらいが妥当かなと思ってね、もう買っちゃいました。一番手頃な値段だと思ったんで買っちゃいましたね。出現バージョンってことでね、モスラ対ゴジラの時に、地中からね、出てきた時を再現してるんですけど、すごいリアルな造形なんですよね。動かすのが楽しみですね。こちら、はい、パッケージこんな感じになってまして、すごいんですよね。どの角度から見てもかっこいい。はい、口の中までリアルに再現されてますね。はい、歯とかね、すごいよく再現されてますね。モスゴジと呼ばれてるんですよね。だからモスラ対ゴジラの時に出たゴジラなんで、モスゴジ。はい、そんな感じです。このゴジラに思い入れ本当ありますね。ゴジラ結構見てたんで、昔懐かしいなと思ってつい買っちゃいました。続いていきましょう。はい、では続いて、こちら今度はですね、 SH モンスターアーツゴジラ1954年バージョンですね。こちらね、ほんとね、こちらも一番好きな初代のゴジラですね。白黒のゴジラ、はい、最近まで見てまして、今日見終わったとこだったんですけど、本編97分ありました。長い映画ですけどね、こちらね、ほんとね、こちらの顔もね、ちっちゃいんですけど、すごくリアルにできてますね。すごいリアルなんです。初代ウルトラマンと戦わせたいなと思ってますね。ちょっと箱の状態がよろしくないんですよね。5400円でヤフオクで買ったんですけど、でもこちら箱ちょっと状態よろしくないけども、割とこれも安いかな、もう自分の感覚で言うとね、安いかなと思っちゃってますね。原型製作、酒井裕二さんですね。1958年生まれだそうです。ゴジラ、初代ゴジラが生まれた4年後に生まれた人ですね。はい、シン・ゴジラが公開された年に出たモンスターアーツですね。すごいですよ、こちら。やっぱり口の中がよくね、再現されてますね。こちらのゴジラも口の中がよくリアルに再現されてます。歯のところとか。はい、では次行ってみましょう。はい、続いてこちらがですね、 SH フィギュアーツの仮面ライダー92号と改造サイクロンが付いたセットのものですね。こちらも以前から欲しかったんですよ。桜島1号と並べたいなと思ってたんで、こちらすごいですよ。2015年に発売されてんですけど、とてもリアルですね。覗き込むとこちら、もう見ての通りリアルに作られてますね。すごいですよ。はい、リアルさがね、半端なく出てますね。ウィリー状態も再現できますね。こちらはね、ヤフオクでね、3600円で落札しましたね。はい、割と安いと思いますよ。アマゾンではもう5000円台で出てるんでね、5600円ぐらいで出てるんで、安い方かなと思ってます。では次行ってみましょう。はい、こちらが SH フィギュアーツクーガアメージングマイティですね。こちらはね、真骨頂製法ですね。割と評判が悪くてですね、こちらね、確か光る巨人さんがね、
目の部分が暗いなっておっしゃってましたけど、どうなんでしょうか。こちらちょっと開けてみたいなと思ってますけど、今後ちょっと時間をねどんどん取ってね、動画アップするの更新をねちょっとスピード上げていきたいなと思ってるんでね、ぜひ見てください。こちらはね確か6580円で Amazon プライム価格で買いました。はい、こちらどうでしょうかね。プレミアムバンダイの方が安かったかもしれないですね。もしかしたらね値段が跳ね上がっちゃってたかもしれないですけど、こちら今更になって買いました。アメージングマイティはすごいね、あの質感がすごい好きなんですよ。あの光沢感のない質感がね、マットな黒がねすごい好きでね、ライジングマイティが雷に打たれた姿なんですよね。色が変わった姿、黒く色が変わったんですよ。赤から黒へ変わって、その黒がねマットな黒なんです。先ほど申し上げた通りね、そこがまたねそのそそりますよね。2話しか登場してないんですけどね、はい、たった2話しか登場してないんですけども、すごく貴重な存在ですね。アルティメットホーム並みに、アルティメットホームはね2話ぐらいしか登場してないですけど、それぐらい貴重な存在ですよね。クーが本編の中では、ね、2話ぐらいしか登場してないんでね。続いていってみましょう。はい、こちらが続いての商品ですね。 SH フィギュアーツ真骨頂製法の、はい、新1号ライダーですね。仮面ライダー新1号ですね。こちらはね一般販売のものをあの Amazon プライムで、ね、買いました。こちらも確かね、いくらだったかな、ちょっと覚えてないな。ちょっと5000いくらかしたと思うんですよね。5000か6000ぐらいでしたね。あのね、ちょっと気になることがあって、箱が汚れてんですよね、ただこちら。ちょっとね、箱が汚れてるのが気になって、Amazon に問い合わせたんですけど、返品はできるけども、交換はできませんって言われたんで、返品するのがちょっとめんどくさいんで、返品してからまた再度購入しなきゃいけないんで、箱が汚れてるぐらいでそれやるのもめんどくさいなと思ったんで、ちょっと諦めて今回はそのままにしておきました。こちらねすごいリアルですよね。ただ造形がちょっと顔が似てないっていう評判もありますね。まあ、どうでしょうか。ちょっと開けてみて、ちょっと可動なんかもねすごいよくできてるらしいんでね、開けてみたいと思いますけどね。これもこうご期待ということでよろしくお願いします。はい、続いての商品こちら、はい、Amazon でこちらも買いました。3500円というね、すごい安い価格でね買えたんでびっくりしました。はい、最初3500円の目を疑いましたよ。はい、 SH フィギュアーズこんなにも安くていいのかと思いましたね。はい、こちらリアルですね、本当にね。はい、シワのできたね A タイプのウルトラマン、以前の動画でも言ったんですけど、僕このウルトラマン一番好きなんですよね。はい、初代ウルトラマン、やっぱり初代ですよね。何でも初代が好きですね、僕はね。仮面ライダーも初代好きだし、ゴジラも初代好きだし、ウルトラマンも初代好きだしね、あとはゴレンジャーも好きですね。ゴレンジャーも好きです。もう初代だけを集めて初代大会みたいなのやりたいですね。こちらね、ほんと猫背なんですよね。僕と同じで猫背のウルトラマンなんですよ。こんな感じでかがんで猫背になってるんですよね。はい、そこもポイントですね。ちゃんとね、こちらのね、はい、カラータイマーがね点滅した時のあの状態を再現してますね。赤く点滅してる状態を再現できますね。こちらも楽しみでございます。では次へ行きましょう。はい、続いてはこちら、はい、はい、デラックスオーブリングスペシャルセットでございます。はい、こちらはねあのデラックスオーブリングの再販版なんですけど、はい、こちら再販版でして最近出たやつなんですよね。はい、でこちらね金額がねちょっとびっくりしたんですけど、最初ねちょっと驚いたことに3880円って2回あの聞いたんですよ。あの1回目はトライアルってとこでね3880円ですって言われたんですけど、で電話でももう一度確認取ったんですよ。家に帰って電話でも聞いたんですけど、そしたら3880円って言われたんで、それで、買ってみたらいきなり4000
790円でって言われたんで、ちょっとあれと思ったんですけど、買った後にちょっとサービスカウンター寄って、この金額はどうしてですかって聞いたら、ちょっとあ、では差額の方返金いたしますみたいな対応してくれたんで良かったです。はい、3690円で買えました。最終的には安いですね。こんな箱の状態も良くてね。はい、スペシャルセットですね。カードがいっぱい付いてるセットですね。プレミアムバンダイでもフュージョンカードコンプリートセットかな、それもね43種セットをね僕予約しときました。6960円だったかな、ちょっと7000円ぐらいしちゃうんですけど、ちょっと高いなと思ったんですよね。光る巨人さんもそれおっしゃってましたね。高いなってね、ツイッターで言ってましたね。はい、確かに高いとおっしゃってましたけども、僕はもう買っちゃったんで、先にそっちのプレミアムバンダイ買ったんで、その後になって今日買いました。お買い物動画でした。この動画はね、ちょっと紹介したおもちゃ全部ね、買った日はね、バラバラなんですけど、いろんな日に買ったんですけど、はい。最近買ったものが比較的多い感じになってるんで、大量買い動画ってことでね、紹介しました。はい。はい、この動画が良かったよという人はね、チャンネル登録、そしてコメント、高評価お待ちしております。というわけで、また見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。